ジャックス・スレインは、アメリカ合衆国のプロレスラー。テネシー州、ベイクウェル出身。2012年5月、NWA ヒューストンで活動を開始。7月13日、レイモンドローとパスオブレジスタンスなるタッグチームを結成して、オースティン・ローデスジャズ・テイラーが保持する NWA、ローンスター・タッグ王座に挑戦し、ベルトをダッシュ。王座獲得後、 防衛に3回成功するが11月9日に、キング・オブ・アンダーグラウンドに敗れてしまい、ベルトを手放している。また、防衛失敗と同時にローとのタックを解消した。12月に、ロー、ジェネシス、サマーズとの4ウェイマッチに勝利して、NWA ローンスターヘビー級王座を獲得。獲得後は、WWE やティネで活躍したスコット・スタイナーや、 ランスホイットを相手に防衛を続けた。2013年4月7日、NWA 加盟団体に参戦していた、ロブ・コンウェイが新日本プロレスの PPV である、インベージョンアタックに出場するため、セコンドとして初来日を果たす。NWA 世界ヘビー級王座を保持する、コンウェイに挑戦した、小島さとに襲撃し、コンウェイを勝利に導き、防衛に貢献した。 7月13日、NWA ヒューストンのイベントである NWA ヒューストンエクスプロージョンにて NWA ローンスターヘビー級王座をかけてバイロン・ウィルコット、ジェームス・クラックストンとのトリプルスレッドマッチを行うが、ウィルコットに敗れてしまい、ベルトを失った。11月9日、新日本プロレスの PPV、パワー・ストラグルでコンウェイとタッグであるアイアン・ゴーズで、 IWGP タックオーザ &NWA 世界タックオーザのダブルタイトルマッチに出場するため再来日。天虎時、KES との変則3ウェイ形式ルールで試合を行い5分に41秒でコンウェイがエゴトリップで小島からホールを奪い NWA 世界タク王座ックオーザを奪取した。また、新日本が主催するワールドタッグリーグにコンウェイとのタッグで初出場。 3勝3敗という成績で予選落ちに終わった。2015年2月6日、ローマルコニを破り NWA、ナショナルヘビー級王座を獲得。8月30日、NWA 加盟団体であるバウのイベントである、ワールド・ウォー・ゴールドにて、NWA 世界ヘビー級王座を保持する、天山広吉に挑戦。勝利して、ベルトをダッシュした。ありがとうございます。